翡翠の塔、どうやら報告通りみたいね。王城の封印区画と連動したデバイスタワーの一角、表と裏を利用した第二結界教授もよく調べたものね。よう、待たせたな。お疲れ様だったね。あら、あなたたちが来るなんて、てっきりレーベが迎えに来ると思ったのだけど、どういう風の吹き回しかしら。レーベなら教授のお供をしているところでね。そこで僭越ながら僕たちがお迎えに参上したというわけさ。まあ次の段階までやることもなくなっちまったしな、暇つぶしに来させてもらったぜ。物好きなこと。しかし教授とレーベが同行しているということは、ついに最後の実験が行われるということかしら。らしいな。復員計画もいよいよ次の段階ってわけだ。人形と両兵の仕上がりも上々だ。これでベータが完成したら随分と忙しくなると思うよ。最後の実験というのはあれが相手だったかしら。さすがに教授やレーベでも一筋縄ではいかないでしょうね。そうかもな。なんといっても伝説の存在だ。強さの次元が違うだろうぜ。しかしカンパネルラよ、てめえらしくねえじゃねえか。あらら、何がだい。いつものてめえだったら喜んで教授に同行してるはずだ。それをしないってことは他に面白いネタがあるんだろう。とっとと吐いちまいな。やだなあバルタ、僕ってそんなに信用ないかな。信用してるさ、てめえのナンバーと同じくらいな。ナンバーゼロ。信用ゼロというわけね。やれやれ、二人ともきついな。まあ見物したいのは山々だけど、あいにく急ぎの仕事があってね。あの方に箱舟の使用許可をいただくつもりなのさ。マジかよ、よりにもよってあんな化け物を投入するとはな。赤の箱舟グロリアス、まさかとは思うけど、リベールを焦土と化すつもり。それは教授とレーベ次第だと思うよ。そんなわけでこの後すぐに出かけなくちゃならなくてね。実験の顛末は帰ったらゆっくり聞かせてもらうさ。これは。やはりここにいたようだね。見たまえレーベ、なんとも優美な存在じゃないか。本当にこんなものを使って実験を行うというのか。君の器具も当然だ。だがベータを仕上げるにはどうしても必要なデータだからね。お主らは
起こしてしまったようだね。20年ぶりのお目覚めかな。お初にお目にかかる。私の名はゲオルグ・ワイスマン。見喰らう蛇を管理する蛇の使徒を任せられている。され、お主が漂わせるその力、どことなく懐かしい気がするが、お主の目は気に入らぬ。暗い喜びにしか生を見出せぬ。歪んだ魂の匂いを感じるぞ。お褒めに預かり光栄だ。しかし残念ながら、あなたに拒む権利はないのだよ。女神の司法に関わる話だからね。何？レーベ、見せてやりたまえ。それは1200年前の記憶がよみがえったかね。レプリカに過ぎないが、なかなかよくできているだろう。お主ら、まさか輝く輪を。そのまさかだ。それでは最後の実験を始めよう。さてと、最初の予定通りボース地方に向かわなくちゃね。まだ実験が起こっていない唯一の地方になったわけだし。ええ、そうね。ただ現状でボース地方では妙な事件は起きていないそうよ。ある程度ロレントの仕事を手伝ってから出発してもいいわね。うん、わかった。一通り用事を済ませたら発着場に行くとしましょう。お、エステルちゃんたち、今回はお疲れさんやったね。うん、ケビンさんもほんと助かっちゃったわ。ティオたちのことありがとうね。なんのなんの、これぐらいお安い御用やって。なんといっても愛するエステルちゃんのためやもの。またまた、調子いいんだから。ほんと軽口にかけては誰かさんといい勝負ね。軽口とは心外な。僕はいつだって本気さ。余計たちが悪いじゃない。邪魔が入っちゃったけど、ケビンさんはこれからどうするの？実はまた教会巡りをせなあかんねん。ちょいと野暮用ができてしもうたんや。野暮用ね。とかなんとか言って重要な用事だったりしない？ここに立ち寄ったのもたまたま通り道だったとか。エステちゃん、なかなか鋭いこと言うな。まあその辺の事情はそのうちっちゅうことで、近いうちに情報交換させてもらうわ。うん、そうね。その時はお願いするわ。それじゃあケビンさんも気をつけてね。あ、エステルちゃんたちもな。おお、エステル君たちか。事件の顛末についてはアイナ君から聞かせてもらったぞ。まだ捜査中の件も多いそうで、すべてを聞けたわけではないが、まったく不可解な出来事もあったもんじゃのう。分かってないことが多いのは私たちだって同じよ。とにかく今は各地の事件をひたすら追ってるところ。そうするうちにいつか真実に近づけると信じてね。うん、わしも事件の真相は市民に伏せておくつもりじゃ。昏睡事件が解決した今になって不安を煽りたくはないからの。そうね、助かるわ。ここで下手なことを言っても混乱を招くだけでしょうし。また次の地方へ旅立つそうだが、くれぐれも気をつけてな。諸君の相手はよほどのくせ者のようじゃからの。うん、
覚悟はできてるわ。それじゃあ市長さんも元気で。うん、元気で戻ってくるんじゃぞ。やあエステル、もう出発しちゃうのかい？せっかく帰ってきたんだからゆっくりしていけばいいのに。うん、いろいろと忙しくてね。今の仕事が一段落したら帰ってゆっくり休むことにするわ。うんうん、そうするといい。さてと、アイナさんからすでに運賃はもらっているんだ。早速乗船手続きをするかい？手続きをしたら船が来るまでここで待った方がいいわね。もうロレントでやり残したことはない？よし来た。それじゃあギルドに連絡して他のメンバーも呼んでおくよ。なるほど、今度のゴスペルは人の精神にも干渉してきたか。そして霧の粒子を媒介に広範囲を掌握コントロールする。うん、これで決まりじゃな。博士、お邪魔しますよ。おお、カシウス、1ヶ月ぶりくらいじゃの。レイストン要塞から来たのか？ええ、ようやく仕事が一区切りついてくれたのでね。陣中見舞いにお邪魔しました。それはお孫さんのレポートですか？うん、今朝ほどロレントから届けられてな。このレポートのおかげでようやく確信が持てたわい。ゴスペルの正体ですか？うん、あくまで仮説だがな。思考実験とカペルを使ったシミュレーションは1000回以上行った。聞くか？ぜひとも。それでは。このゴスペルが起こす動力停止現象じゃが、お前さん、あの現象がどのようなものだと理解しておる？ゴスペルの周囲にあるオーブメントに連鎖して起こる機能停止現象、そのように捉えていますが。半分正しくて半分間違っておる。お前さんが言った現象はどちらかというと動力魔法のアンチセプトの働きに近い。内部の結晶回路をショートさせ、一時的にオーブメントを働かせなくしておるわけじゃ。じゃがゴスペルが起こす現象はそれとは根本的に異なっていてな。オーブメント内で生成される動力を根こそぎ奪い取るのじゃ。つまり動力停止ではなく動力吸収ということですか？うん、内燃機関で言えばガソリンを抜き取るわけじゃな。うん、確かにそれならアンチセプトとの違いも説明できそうですが。いや待てよ、それなら奪われた動力はゴスペルに蓄積されるはず。うん、いいところに気づいたの。結論から言ってしまえば周囲から奪われたはずの動力はゴスペル内部に存在しなかった。それこそ 1EP たりともな。周囲に拡散した可能性はない。きれいさっぱりとどこかに消えてしまうのじゃよ。うん、そしてエステルたちが出くわした一連の新型ゴスペルじゃが、最新の動力技術では説明できないありえない現象を引き起こした。そのような現象をどうやって引き起こすのかは不明じゃが、一つ確実に言えることがある。
それは小さすぎるのじゃ。これまで起きた大規模な異常現象を発生させる気候を手のひら台に収めるのは物理的に不可能だと断言できる。たとえ結社とやらが我々よりはるかに進んだ技術を持っていてもな。なるほど、なんとなくつかめてきましたよ。つまりこのゴスペルは端末に過ぎないわけですね。うん、まさにその通り。ゴスペルそのものには異常な動力場の歪みのようなものを発生させる機能がある。その歪みは共鳴するように広がり、周囲のオーブメントから動力を奪う。そして奪われた動力は歪みの中に吸い込まれて消滅する。いや、正確には消えたのではない、別の空間に送られたというわけじゃ。そしてその別の空間にはありえない現象を引き起こせる何かが存在している。つまりそういうことですか。うん、間違いあるまい。結社はゴスペルを通じてその何かが持っている力を引き出すことができるのじゃろう。まったくゴスペルとはよく言ったものじゃよ。だとしたら何かの正体が気になりますね。遥かに進んだ技術で作られたオーブメントか、それとも。それに関してはお手上げじゃ。いろいろな可能性が考えられるが、現状ではこれ以上確かめられん。さてカシウス、10年前と同じことを聞くぞ。この現状を踏まえてわしに今後何をしてほしい。はあ、警備飛行艇の完成をお願いした時と同じ言葉ですか。うん、そうですね。ゴスペルが発生させるという異常な動力場の歪み、その共鳴現象を防ぐ手段を開発していただけないでしょうか。そう言うと思ったぞ。今取り掛かっている発明もそろそろ完成する頃合いじゃ。それさえ終わればすぐにでも始められるじゃろう。やあエステル君、いよいよボースに到着だね。僕たちが初めて出会った思い出の地に戻ってきたわけだ。なんとも感慨深いじゃないか。言われてみると確かに感慨深いかも。でもあの時のオリビエって結構失礼なやつだったわよ。私のこと色気がないとか言ってバカにしてたし。それは誤解だよ。好きな子にわざと意地悪してしまうシャイでキュートな照れ隠しだと思ってくれたまえ。また適当なことを。シェラネーとヨシアには速攻モーションかけてたくせに。ま、それはそれとして、今の君は彼らに勝るとも劣らない魅力を放っているよ。しなやかで健康的な色気と乙女ならではの恥じらい。うんうん、成長したものだね。ありがとう。って恥ずかしくなること言わないでほしいんですけど。照れることはない。だが君はようやく大人への階段を上り始めたばかりだ。さらなる高みを目指すためにもお兄さんが手取り足取り導いて。結構です。オリビエを頼るくらいならシェラネを頼った方がマシだわ。ふん、それは残念だ。しかしシェラ君がエステル君を手取り足取り導くわけか。うん、ゴーな、何想像してんのよ。そういえばオリビエもあの時眠らされちゃってたわね。やっぱり何かの夢を見たわけ。ああ、まあね。うん、どうしたの。いや、惜しいことをしたなーって。何しろ絶世の美女たちが集うハーレムにいる夢だったからね。
エステル君に起こされなかったらあんなことやこんなこともできたのに。これはエステル君に代わりを務めてもらうしか。棒で永眠させられたい？嘘です、ごめんなさい。まったくもう。でもオリビエ少し寂しそうな目をしてた。何かあったのかな。そんな顔をする必要はないよ。え？大した夢じゃない、少年時代の思い出というだけさ。ミュラーなども出てくるね。そうなんだ。だったら最初からそう言いなさいよ。怒っちゃいやん。あら、エステル。知らねえ、ここにいたんだ。ひょっとしてお邪魔かな。何遠慮してるのよ。ルシオラ姉さんについて聞きたいことがあるんでしょ。あ、うん、昔会ったことがあるみたいだけど、ほとんど覚えていなくて、どんな人だったのかなって。そうね、幻惑の鈴ルシオラ、鈴と扇を使った舞によって観客に幻を見せることのできる人。私のいた一座の目玉とも言うべき芸人だったわ。そうなんだ。その幻ってオーブメントを使ってるの？いいえ、古くから伝わる幻術という技術みたいね。姉さんはもともとそういう家に生まれたみたいだったから。もともと？旅芸人をやっている人間ってだいたい2種類に分かれているの。訳あって故郷を捨てた人間と、身寄りのない天涯孤独の人間。ルシオラ姉さんは前者で、そして私は後者だった。私がハーベイ一座に拾われたのは7つくらいの時だったかしら。その頃の私は町のスラムで荒み切った暮らしをしてたわ。スリ、置き引き、かっぱらい、ほんとろくなことをしてなかった。そんな私に手を差し伸べてくれたのがハーベイ座長と姉さんだった。他人を信じきれない私に家族の温かさを教えてくれて、自分の居場所を作れるようにって様々な芸や技術を教えてくれた。踊り、猛獣使い、タロット、すべて姉さんたちから教わったわ。でも8年前、事故で座長が亡くなってから一座はバラバラになってしまった。私は姉さんについていくつもりだったけれど、やることがあると言い残して姉さんはいなくなってしまった。途方に暮れた私は座長や姉さん以外で唯一頼りになる人に相談してみることにした。そう、すでに遊撃士として活躍していたカシウス先生にね。そんなことがあったんだ。私が遊撃士を目指したのは少しでも強くなりたかったから。姉さんが帰ってくるまでの間、一人で真っ当に生きていけるように。でもあれから8年経った。自分の道を見つめ直すにはいい機会なのかもしれないわね。知らねえ。そんな顔しないの。ジンさんに言われたように問答無用で戦うつもりはないわ。ただ一度きちんと姉さんから話を聞きたいと思っている。どのような理由があって結社に組みしているのかをね。うん、そうだね。知らねえ、ファイト。私もできるだけ協力するわ。ありがとう。しかしエステル、あんた本当に成長したわね。何をやぶから棒に。さすがは先生の娘って今までずっと思ってたけど、ちょっと認識を誤っていたかもしれないわ。え、どういうこと？あんたの強さは先生の強さとは少し違うみたい。先生は海のように懐が深くて雄大な強さを持っているけど、あんたはそうね、自分も他人も輝かせるような太陽みたいな強さを持っているわ。え？僕のエステル、お日様みたいに眩しかった君。みんなあんたのそういうところに引きつけられているんだと思う。私もそうだし、もちろんヨシュアもね。先生のことをプレッシャーに感じる必要なんてないと思うわよ。うん。
やっぱり知らねえって、私のお姉さんだよね。いつもいつも励ましてくれてありがとう。どういたしまして。代わりと言ったらなんだけど、今度飲みに付き合いなさい。声優劇士になったからにはお酒にも強くならないとね。それは激しく関係ないと思うんですけど。あ、お姉ちゃん、またお散歩してるの？うん、まあね。そういえばティータってボスは初めてなんだっけ？うん、初めてだよ。すごく大きなお店があるって聞いたんだけど。あ、ボスマーケットね。オートにある百貨店をさらに大きくした感じかな。いろいろな店が入っていて、すっごく賑やかなんだから。すごいね。早くボスに着かないかな。そういえば、お姉ちゃん、ラベンヌ村って行ったことある？うん、前に仕事で行ったわよ。確か、アガットの故郷なのよね。ミーシャさんっていう妹さんが住んでいるんだよ。アガットさん、妹さんに顔を見せるために年に何度か村に帰るんだって。へえ、そうなんだ。しかしアガットの妹か。あんな不愛想な兄貴を持ってさぞかし苦労してそうよね。もう、姉ちゃんたら。アガットさん、ぶっきらぼうだけどとっても優しい人だと思うよ。ああ、はいはい。不器用で照れ屋なのは、私も認めるけどね。私、ミーシャさんってすごくいい人だと思うんだ。アガットさん、ミーシャさんの話をしたとき、とっても優しい目をしてたから。ん？どうしたの？ううん。なんでもない。ただちょっと、胸のあたりがもやもやして。どうしてかな。これはやきもちみたいね。エステルさん、またお散歩ですか？まあね。それよりごめんね、ヨシアのこと打ち明けるのが遅れちゃって。とんでもないです。それにしても、ヨシアさんに同行している女の子というのは、空賊団の人だったんですね。うん。ジョゼットっていう、やたらと生意気で、挑発的な子よ。自分のことを僕って言うから、僕っ子とか呼んでるけど。そうなんですか。でも、写真で拝見した限りだと、なかなか魅力的な方みたいですね。口を開かなかったら可愛いっていうのは認めるわ。最初に出会った時には完璧にお嬢様を演じてたし。ん？まあ、そんなことが。ずいぶん器用な人なんですね。なんでもエレボニアの元貴族出身みたいだからね。猫をかぶるのは得意みたい。字はさっきも言ったように生意気で挑発的な性格だけど。でも聞いた限りだとなんだか憎めない人みたいですね。話してみたら意外と気が合いそうな予感がします。私はダメかも。なんか性格的に馬が合わない気がするわ。そういうのってどうしてもありますよね。それにしてもボースに行くのは久しぶりです。ジルと一緒にボースマーケットに買い物に行った時以来でしょうか。ようエステル、今回はお疲れさんだったな。また一歩遊撃士として成長したように見えるぞ。まだまだ未熟よ。防術の腕だって父さんの足元にも及ばないし。あんまり旦那を意識する必要はないと思うぜ。S ランクの遊撃士っていうのは断りに至った達人ばかりだからな。正直俺なんざ一生かかってもたどり着けるかどうか怪しいところだ。そうなんだ。父さんが具体的にどうすごいのか未だにピンとこないけど、その
断りってどういう意味なの？そうだな。かつて旦那は剣聖と呼ばれる卓越した剣の使い手だったそうだ。しかし今では慣れ親しんだ剣と同じように棒を自在に振る。なぜそれができると思う？ものすごく練習したから？もちろんそれもあるだろう。だがそれ以上に棒術の本質を即座につかむことができたからだ。型の反復や反応、筋力や錬気を超えたところにある絶対的な次元、あらゆる物事の本質を捉え自在に操ることのできる境地、それこそが断りに他ならない。物事の本質。おそらく旦那が百日戦役で帝国軍を退けた知略も同じはずだ。戦争という物事の本質をつかめたからこそあんな大胆な反抗作戦を立案実行できた。敵に回したらこれほど恐ろしい人はいないだろうな。なるほど。でもその父さんもある意味結社に出し抜かれたのよね。クーデター事件の時に国外におびき出されたみたいだし。ああ、おそらく旦那に匹敵する人物がいるのは間違いあるまい。それがレーベなのか教授なのかは分からんがな。私たちが戦ったロランス少尉なんてどう？やつか。凄腕には違いないだろうが旦那に匹敵するかどうかは分からんな。それにやつの強さは断りから来ているのではないような気がする。冷たく研ぎ澄まされ、鍛え抜かれた何者にも侵されることのない刃、そんなものを感じたな。言いたいことはわかる気がする。あれから姿を見せていないけど一体何をしているんだか。ヨシワもこだわってたみたいだし。ああ、結社時代の因縁があるのかもしれんな。俺といいシェラザードといい、どうも妙な因縁が多すぎるようだ。これもひょっとしたら女神の導きによるものかもしれん。あれ、どうしたのアガット？なんでもない。お前の方はまた船内散策か？うん、まあね。そういえばあの時のことなんだけど。あの時？ほら、ミストバルトで私たちが眠らされた時よ。やっぱりアガットも夢を見たの？はあ、ごめん、まずいこと聞いちゃった？いや、なことはね。夢なら俺も見たぜ。随分と懐かしい夢を見させてもらった感じだな。そっか、アガットもそうだったんだ。そのおいおい、そんな露骨に知りたそうな顔すんじゃねえよ。ガキの時村にいた頃のたあいもない思い出ってだけだ。あ、そっか。そういえばアガットってラベンヌ村出身なのよね。久々の里帰りなんじゃないの？いや、例の特務兵の件でこの前立ち寄ったばかりだが。待てよこら、なんで俺が里帰りするのが前提になってるんだ？照れない照れない。確かアガット妹さんが故郷にいるって言ってたよね。さぞかし可愛がってるんじゃないの？あのな、そういえばアガットの家ってラベンヌ村のどこにあるんだっけ？前に空賊事件の調査で寄った時はそれらしい子に会わなかったのよね。ルーイ君と一緒にいた女の子はちょっと小さすぎる感じだったし。あ、ミーシャについては近いうちに紹介してやるよ。村に寄る機会でもあったらな。あ、うん、よろしくね。しかしそうなるとティータも連れてかなくちゃね。なんでそうなるんだ？だってティータアガットに随分と懐いてるみたいだし、紹介してあげなかったらがっかりしちゃうと思うわよ。あ、わかった。アガット、妹さんとティータを会わせたくないんでしょう。図星か。アガットをめぐってお互い焼きもち焼きそうだしね。
いやー、お兄ちゃんは辛いわね。なんだ、そういう意味かよ。ん？まあ心配しないでも、私がフォローしてあげるわ。だから安心してティータを妹さんに紹介してあげなさいよね。そうだな、その時はよろしく頼むぜ。言っておくが、村に帰るのは仕事のケリがついてからだからな。わざわざ連れてけとか抜かすなよ。ケチ。お待たせしました。まもなく本船はボース市に到着いたします。着陸の際多少揺れますので、お早めに座席にお戻りください。ロレントからわざわざご苦労じゃったな。しかし不動、銀線、銃剣に加えて期待のルーキーの揃い踏みか。なんとも豪華なメンバーじゃの。期待のルーキー？お前さんのことじゃよ。4つの地方で結社の陰謀を立て続けに阻止した脅威の新人。そんな風に噂されておるようじゃ。冗談。陰謀阻止したなんて買いかぶりもいいところだわ。いつも実験が終わってから余裕で逃げられちゃってるし。でもロレントの事件ではいい働きをしてくれたじゃない。胸を張ってもいいと思うわよ。あれはその偶然が重なったっていうか。照れるなっての。要は評判に見合うだけの働きをすりゃいいんだからな。もう簡単に言わないでよ。それはともかく、ボースでの状況はどうなの？今のところ結社が関与しているとおぼしき事件は起こっておらんよ。例の空賊艇の奪還事件以来、軍の警戒も厳しくなっておるしな。あえて言うなら手配魔獣が増えておるくらいか。そうか。ボースって手配魔獣が現れるのが他の地方よりも多い気がするわね。前に来た時もそうだったけど、何か原因でもあるのかな。もともとボース地方は広いし、険しい地形に囲まれておるからの。そういった場所から凶暴な魔獣が降りてくることが多いんじゃが、それにしても今月に入ってからすでに10件も報告されておってな。それは多いわね。スティングさんあたりが頑張ってくれてるのかしら。それとクルツたちも先日立ち寄ったついでに何匹か退治していってくれた。できればお前さんたちにも手伝ってもらいたいんじゃが。そうした方が良さそうだな。凶暴な魔獣の増加にしても結社が絡んでいるかもしれん。放っておくと危ないし、ここは退治を優先しちゃいましょう。アガットさん、どうしたんですか？あれ、どうしたの？いや、なんでもねえ。とりあえず、今報告されてる手配魔獣を片っ端から退治するか。失礼しますわ。メイベル市長、それにリラさんじゃない。ごきげんよう、エステルさん。ようやく再会できましたね。ご無沙汰しております。うわー、なんだか久しぶりね。生誕祭の時以来だったっけ。ええ、そうなりますわね。エステルさんの噂はいろいろなところで耳にしていますわ。他の皆さんもお久しぶりです。クローゼはもう休暇に入ったのかしら。いえ、実は一足先に
休学にさせていただいたんです。メイベル先輩とリラさんもお元気そうで何よりです。メイベル先輩？あ、王立学園の先輩でいらっしゃるんです。公の場以外では威張らせてもらってるわけですわ。そうなんだ。それとアガット・クロスナーさん、お久しぶりですわね。まあな。あれ、アガットって市長さんと顔見知りだったの？何度か依頼を通じてお世話になっていますわ。それと10年前に。おい、ジョーさん。失礼しました。今日のところは皆さんがいらっしゃったと聞いたので挨拶に伺わせていただいたのです。聞けば王国全土を騒がす国際犯罪組織を追ってらっしゃるのだとか。国際犯罪組織。少し雰囲気は違うけれど、そう思ってくれて構わないわ。ボース氏としても犯罪組織の暗躍は人事ではありません。可能な限りの協力をさせていただきますわ。うん、その時はよろしくお願いします。ま、せいぜい期待してるぜ。では私たちはこれで失礼させていただきます。何かありましたら市長邸までいらしてくださいね。失礼します。やれやれ、アガット、お前さん、もう少し愛想よくはできんのか。悪いが、これが地でね。サービス業じゃねえんだ。その辺は勘弁してもらうぜ。確かにアガットって誰に対しても横柄だけど、それでも対応そのものは割と丁寧な感じがするのよね。でもさっきの市長さんにはそっけなく感じたんだけど。気のせいだろ。それよりもさっさと手配魔獣の退治をしまぞ。じいさん、一通り教えろや。うん、報告されているのは3件じゃ。まずは黒根峠に出没するブレードファング、そして霧降り峡谷に出没するゴーストエピタフ、最後に琥珀の塔に出没するオクトボーンじゃ。うん、ちゃんとメモしたわ。よし、魔獣退治ってことは俺の銃剣の出番のようだな。今回は俺に仕切らせてもらうぜ。え？ま、ボース地方はあんたの故郷でもあるしね。今回は適任じゃないかしら。ああ、俺も依存はないぞ。決まりだな。それじゃエステル、とっととメンバーを選ぶぞ。なんか強引ね。では各地に行ってみるとして、せっかくだからラベンヌ村にも寄っちゃう？あのな、定期船でも行ったはずだろうが、ラベンヌ村に寄るのはボースの事件が一段落してからだ。もうケチくさいわね。アガット君の言うことももっともだよ。ティータ君を差し置いて僕たちが寄るわけにもいかないだろうからね。あ、それもそっか。そこで納得すんじゃねえ。